皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん。はい、ここ。うん。はい、スタート。今回のコースは、キノピオハーパーですね。いい順位を取れるよう、頑張っていきましょう。さて今回は、最近羽田空港で起こった出来事について、喋っていきましょうかね。とある日、私は飛行機で出張先に行くことになりまして、朝早くに羽田空港に向かいました。空港を利用したことがある人ならわかるかと思いますが、空港には検問みたいな場所があり、危ない物体を持ち込んでいないか、危ない液体を持ってきていないかというのを、調べる場所があります。そこで見かけた出来事についてです。割と朝が早かったということで、検問にはほとんど人がおらず、待ち時間もなくスムーズに進みました。私は出張が多いということで、手荷物検査はお手の物ということで、スーッとゲートを通り、荷物が流れてくるのを待ち構えていました。スマホも持ち物検査に出しているということで、荷物が流れてくるまでは暇を持て余すということで、検問を通る人を、ぼーっと眺めていました。そうしたところ、70代くらいでしょうか。白髪をワックスで決め、ワイシャツにスーツのズボンみたいな格好をした人が、ゲートをくぐるところで引っかかりました。眺めている感じ、ベルトをしていたということで、ああ、ベルトが引っかかったんだなぁ、あるあるだよねー、みたいな感じで眺めていました。その後検問のお姉さんが、虫眼鏡みたいなやつをおじいさんに当てていったところ、今度は左の手首でピーピーなりました。今度は、腕時計ですね。腕時計はさすがに、外し忘れないやろという風に思いましたね。それなりな格好をしているわけですし、時計までは外し忘れないと思うんですけどもね。そして腕時計も外し、またお姉さんが虫眼鏡を当てていくと、今度は胸ポケットでピーピーなり、ズボンのポケットでもピーピーなり、挙句の果てには靴もピーピーなっていました。マジで冗談抜きで、体の至るところ、全身からピーピー言わせているとんでもねえクソジジイがおりましたというお話です。ガチで旗から見ていると、このジジイ何やってんだという風に、思わざるを得なかったですね。物をポケットから出し忘れたとか、そういう次元じゃなかったですからね。マジで虫眼鳴を動かすたびに全身ピーピーなっていて、検問のお姉さんも大変やなぁと、思わざるを得ませんでした。混んでいる時間帯だとガチで、地獄絵図になっていたかもしれませんね。あのクソジジイは、合法的に検問のお姉さんからのボディタッチをしてもらおうとしていたんでしょうか。はたまた、人間の形をしたロボットだったんでしょうか。きっとロボットだったんでしょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。